勝利しました渡辺東のペアにインタビューをお伺いしますまずは勝利おめでとうございますありがとうございました今のお気持ちについてまず渡辺選手からお伺いしてよろしいですかはいあのーまあ、何度もこう負けていて勝ちたい相手だったので素直にすごく嬉しいです東野選手はいかがでしょうかはい、本当に嬉しいですしまあ、次も決勝もあるのでその準備をしっかりしていきたいと思います 渡辺選手にお伺いしますまずこの世界ランク1位のペアとの対戦どのようなイメージを持ってコートに立ちましたかはいもうめちゃくちゃ強いのは分かってたし格上だっていうところで、まあ、僕ら本当楽しんで向かっていくだけだっていう気持ちでコートに入りました続いて東野選手にお伺いします昨日の準決勝準々決勝の後にログについてご自身でお話がありましたけれども今日,に今日はいかがでしたか今日は改善できたかなっていうふうに思います 渡辺選手にお伺いします。1ゲーム先に取ってからコーチ陣とどのようなコミュニケーションを交わしましまたか 2>, えと、まあ、2ゲーム目のサイドからは結構フリーなイメージでやっていいよとうう言ってくれたので、まあ、僕の好きなようにこう動いて先輩にもこう後ろカバーしてもらいながらというプレーがまあ、はまっったかなと思ってます。東野選手にお伺いします。<laughs> え会場、こ代々木体育館大声援がありましたけれども、声援というのはいかがですか 本当にたくさんの応援が力になりましたしやっぱ劣勢な場面でもすごいたくさん頑張れって応援してくれたのが自分たちの力になってこう勝,ち勝つこととがでできたなと思いいまますす、はい、は渡辺選手にお伺いします2ゲーム目もセッター展開になりましたけれどもあのシーン、どのようなことを考えていたんでしょうかもう相手の方がプレッシャーがあるのは分かっていたし、まあ、僕らがどれだけこう伸び伸びすることでできるかというところで相手にプレッシャーが大きく。 まかかってくるなと思ったのでまあ、僕らあんまり点先にせず1点1点という気持ちで戦いました東野選手に伺います強打を決めるシーンというのも何度もありましたけれどもあのあたり攻めの意識はあったんでしょうかちょっと女性の選手が引いてるかなっていうふうに思ったのであの自分がまあ決めるじゃなくてパートナーに決めてもらう意識で攻めの意識はあの向かっていくっていう気持ちは持ってコートに入りました、はい、それでは最後に決勝に向けて一言ずつ両者からお二人からお伺いしてよろしいですか はい明もも重い試合戦えるのであのたくさんの応援の人たちの力にして力にして明日も優勝できるように頑張っていいきたいです、はい。同じくあの背中を押してもらいながらですけど、まあ、精いっぱいプレーしたいと思うし本当に諦めずに最後まで、えー、一本一本大事にプレーしたいなと思ってます。勝ちました渡辺・東のペアにお話をお伺いし,ました。ありがとうございました。